青い空、暖かな日差し、今日は絶好の飛行日和だね。そうですね。なんだか元気がないね、エベル君。長距離の移動で疲れてしまったかな。それもありますけど、いろいろすごすぎて。え？ルークさん家の別荘が全部、とにかくすごすぎて。なんだそんなことか。気に入ったんだ、いつでも遊びに来てくれて構わないよ。あんなうだでー別荘、気軽に遊びに行くのはとても無理かな。監督生さんもそう思ったよね。今度はビルや元 NRC トライブのみんなも呼んでパジャマパーティーでも開催しよう。たまに兄弟が使っていることもあるけれど、事前に連絡をしておけばいつでも使わせてくれるはずさ。ルークさんって兄弟がいるんですね。何人兄弟ですか？上に2人、下に3人の6人兄弟だよ。6人？多いですね。これだけ人数が多いと顔を合わせるのは年に一度くらいだけどね。予定を合わせるのが難しくて。でも全員揃うととっても賑やかだよ。おかしいな、ルークさんのことを知れば知るほどより謎が深まっていく。エペル君、監督生君、もう少しで ICU でカローンにつけた印が消えたポイントに到達するよ。そこに嘆きの島が。ああ、加工してみよう。あれ、島どころか浅瀬も見当たらねえ。ルークさん、本当にここで会ってるんですか？間違いない。ここにビルたちがいるはず。